はい。ゲームコレクターの酒館です。えー、2020年1月14日、カン学院ゲームコレクター部スタートです。えーと、本日の記念日ゲームは、えーと、平安京エイリアン。これ、ゲームボーイの平安京エイリアンなんですが、これが1990年の1月14日発売になります。ので、まあに、えーと、30周年になります。はい。まあね、そんな話はまあ、いいや。<laughs> えーとね、今日はね、 ざっくりこれをテーマにしていいきますはい、q ー q 金子問題「泥のボナーを探せ」まあ、これ何のこっちゃって話なんですけどまあちょっとねあのー、要はまあ、以前からね、まあ、2年ぐらい僕が追求しているね QPQ 金子問題っていうのはブログの方でやってるのがあるんですがまあそれについてちょっと今日は話をしていこうかなと思いますでねえー、っとまあ何かっていうとまあ えと『懐かしパーフェクトガイドボリューム10』っていうのがまあななんだろう『懐かしパーフェクトガイド』っていうのが今ねえっ、ー、と年4回発行されてんのかなでえっ、ー、とまあ14710かな一月十えっ、ー、と4月7月10月のまあ年4回ですね。 で今回ね15なんですけどまあ、いつもだと11日ぐらいかな10日とか11日ぐらいに発売なんですけど今回はなんかね1月30日発売らしいですね。はいでまあそういう感じなんでまあ、本当はね僕も11日発売だったらなんか年末年始ぐらいにちょっとこれを一回やっとこうかなと思ってたんですけどもまあ、今回はあの <laughs> 発売がそういう時期だっていうので、まあ、いつやろうかなと思ったんだけど、まあ、とりあえずね、話を一回まとめていこうかなと思っています。で、えー、っと、まずね、あ、そうそうそう。これね。 まあ泥のボーナーを探せまあこれはちょっと後々話をするテーマなんですけどまあ QBQ カネコ問題ってまあ書いてはいるんですけどこれ何かっていうとまあヘンプロのね QBQ というヘンプロがあってまあカネコっていうのはこの QBQ のゲーム出版をするま土、あ、地の、まあ、ゲームのブレーンであり、まあ、ライターとしても参加している方なんですよね。Q Q は渡辺さんんて社長がいるんだけどまあ QBQ の,の渡辺さんと金子さんがちゃんと問題解決してよっていうのが僕の中のね QBQ 金子問題という話なんですがまあそれでちょっと説明をねしていきましょうあそもそもね僕が QB 違う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  <laughs> まず QBQ、ね、のね出版物にね関わったのはえっ、ー、と関わった、まあ「懐かしパーフェクトガイド」じゃない「懐かしゲームボーイパーフェクトガイド」っていうね本がこちらがね ええと、と、いつだ、えー、と2017年の4月,4月1日が発行日になってるけど、まあ、2月25日発売ってあるんでまあ、大体そんぐらいに出たのかな、まあ、実はこれの編集中なのかなえっ、ー、とまあああのまあ、金子さんからねあのパッケージを撮影してほしいって撮影して送ってほしいというねあのツイッターの DM が来ましてね でまあ、僕はねあのそれそれ仕事なんだけどねそ何な,な,なのその依頼って思ってまあ、とりあえず無視してたんですよ。でもこれ多分配信で一度言ってるんですけどまあ、それでまああっこんばんは後々その後々だからゆすりで電話が来てまあ、実はなんか本に関わっててでなんかパッケージがねないから撮影してほしいという話をされてまあ、要は。 あのこの懐かしいゲームボーイパーフェクトガイド』っていうのは QBQ という会社が編、まあ、プロとしてやってて、まあ、そこでライターさんが、まあまあ、お仕事をされている本なんですけど、まあ、基本的にはねあの素材の方はね素材提供の方にねファミコン芸人フジタってあってフジタさんの持ってるパッケージやカートリッジをからそのランキングを決めてねあの掲載するようなまあ 実際パーフェクトでも何でもないんだけどまあそういうような本なんですよ。でその中でねその金子さんがね書くページのところのランキングの中にどうやら藤田さんが持ってないゲームソフトを何個か上げてしまっていてでなんか それま自自業自得って言うんだけどねただご自身がね画面写真を撮って掲載するんだからカセット写真撮りゃいいのに人に依頼してくるというねそういうわけのわからないことをしてきたんでえ撮れるんじゃないのって言ったら「いやいや,いやちょっと今すぐ撮れなくてという」と、まあ、よくわかんないんですよ普通にね撮影するためにソフトプレイしてたら目の前にカセットあるわけだから撮影できるじゃないですかそれ撮れないっていうんですよね。 でまあ、しょうがなく写真撮影をしてまあ送ってあげたらまあ、これが見本刺激だからここにサンプルって書いてあるんですよね。ということでまああの要はただ働きですよ。まあでなんかその時にね金子さんが言うにはなんかまあこの仕事ちょっと予算も厳しくてうんぬんって言ってるけど、まあ、知ったこっちゃないんですよねはて言って。 ね、ギャラ全部見本紙でもらえばいいじゃんっていうね <laughs> 話になるんですけど、まあ、まあそうされてるのかもしれないんでねまあそれは分かんないですよね金子さんの家にもしかしたら本がこう山積みに見本紙があるかもしれないんでまあその辺分からないんですけどまあそういう事情があったんでまあ当時はねまだ QBQ って会社よく知らなかったんでとりあえずその編集長に直接話させろって話をしてでまあ後々ね編集長さんのところにねまっ、あ、QBQ にね かなあの辺にある会社の方に行って話をしてその結果「いや今後もねゲーム出版いろいろやることあるんですよ」なんて話をされてて当時ね多分ねえー、とファミコン必勝本かなだったっけ <laughs> なんだっけなんかそういうあのビープとかねいろいろまとめ本みたいなのが、ね、オフィシャルで出てる中であれ 筆本かなファミコン必勝本のなんかそういう本が出ててそれをなんかどうやら金子さんがもうもろに活躍したらしいんだけどまあ、その後もいろいろゲーム出版あるんで「よろしくお願いします」みたいな話を渡辺さんから言われてで関わったのが実はこのスーパーパミコンクソゲ付なんですよね、まあ、ちょっと僕の中で「クソゲー」って表現嫌いなんで。 あのバカゲー的なニュアンスでなら書けるって話をしてまあやったんですけどで実際この本ではまあちょっとえっ、ー、と懐かしいこう「ゲームボーイパーフェクトガイド」はこれは藤田さんのソフトで基本やってるんですけどこっちはね僕のソフトを基本でやっててまあ藤田さんもインタビュー受けたりとかえー、と一部のソフト藤田さんの使われてるんでまあ僕が持ってるやつは僕のソフトを使ってて藤田さんの あ足りない分は藤田さんのほうのっていう感じでそのランキングを作ってるんですよね。っていう関係でまあ僕はでライターとしても参加してたんですけどまあこれに関して言うとそのなんだライターとしてやってる部分に関してはあこんばんはライターとしてやってる部分に関してちょっと問題がありました。というのはあの書いてる内容がねまあ、編集さんの方うで、まあ、ちょっと 難しくて分かんないからこう書いてくれって言った、まあ、原稿が来たわけですよ。でそれを中身を見たらそれがあのなんか全然違うものに変わってるわけですよ。え <laughs> なんでこれまあランマ2分の1のねゲームなんですけどパズルゲームなんですけどでこれなんかおかしいなぁと思ってネットでまあちょっとキーワードを1個はねいくつか探して検索してみたらなんかそういう文章を書いてるねブログが見つかってねブログだったかなまあね、あとサイトが見つかってねであっ え、ここから撮ってんのって思ってでなんかそのパクリみたいなのやめてくれよっていうメールを返したりしつつ、まあ、自分で原稿を書いて出してまあそういう感じの経緯があって、まあ、出た本でまあ実はそこで一回 QBQ に対してこれどうなのこの会社どうなのってまあちょっと不信感があったんですねただまあなんだろうまあこういう感じで書いてよって出してる部分だからもしかしたらそのまあ何かしらのねあのなんだろう まあ彼らが思うそのクソゲーっていうものの概念の中にそういうニュアンスのものがあるからこう送ってるっていう場合もあるんでまあちょっとねそれは様子見になったわけですよ。でまあちょっといくつかねそういう彼らの本に関わる中でまあ、ゲームソフトの撮影をうちでねま QBQ、あのまあ、ヘンプロとの,その社長と、まあ、カメラマンという自称カメラマンの人が来てソフト撮影してくるっていうのを。 をいくつかの出版物を通してやってでその後ね出たのが「えー、と懐かしいプレイステーションコンプリートブック」「懐かしのかでこの本なんですけど、まあ、ちょっとこの本に関してはいろいろくつきでこのもともとの出版社の方に実は僕は別件で別の方を通してプレイステーションの,あのまとめ本みたいな企画の方を提案してもらっててそっちが動くかなと思ってたらそれが。 あの潰れてそしたらなんか QBQ から「なんかプレイステーションの仕事取れました」って書いてくださいっていうねなんかすごい悲しいねあの,あの自分たちでやろうってったのが潰れて実はこっち側が仕事取っててそれで来た仕事っていうのはこれがね悲しい懐かしの「懐かしのプレイステーションコンプリートブック」なんですけどまあその時にねあのパッケージの撮影がなかったんですよ。 それまでの本はねやっぱりこのなんだろうこういう本のねやっぱパッケージを掲載するっていうのはその、やっぱりなんだかんだいちゃんと撮影したものを撮ってほしいっていうのがまああります僕は要はまあ人によってはねネット上でパクったやつを持ってきてもいいって人もいるかもしれないただ僕はそれはダメだろうって話なんですねでライターの文章だってそうですよねネットからパクってきていいわけがないじゃないですか で写真だっっててバクいいいわけがないんですよただそういうことをやってほしくないから彼らに協力して、まあ、そういうね、まあ、どうせなら、まあ、当然仕事なんで撮影でうちでやってる分にはねそこの僕の拘束部分の、ね、お金はもらえますよそれは。ただそういうふうにしてちゃんと撮影してるものが掲載されるっていうのが、まあ、正しい、ね、そのゲーム出版のあり方だと思ってるんですけどもただこれの時にね撮影がなかったんですよ。 まあ厳密に言うと、僕のページの周辺機地のページの撮影は僕が自分の部屋で <laughs> 撮ったやつが掲載されてるんですが、ただそれ以外のやつに、ね、なかったんですよ、撮影が。ただね、ちょっとね、プレイステーションのねパッケージっていうと、まあ、なんだろう、例えばゲームボーイのパッケージだと、まあ、紙なんで、そ,そんなに光テカリもないんで、まあ、どんな角度でも大体撮影できるんですよ。ただ、プレイステーションのゲームソフトって、やっぱり、 ディスク CD ケースなんでこのケースを撮影しようとするとやっぱり光の加減が結構難しいわけですよね。ということで、まあ、撮影が難しいんだけどど,どうなるのかなと思ったらあの構成できたやつを見たらなんか一個一個ちゃんとパッケージっていうか取説みたいなのが掲載されてるんですよ。だからあどっか他で探して撮影したのかと思ったら別にその奥付けにねその撮影とかね 素材提供っていいうのがないんですよだからこれ何なんだろうなと思って、まあ、ちょっとただ自分のとこにも撮影来てないから分かんないなと思ってて、で、次のね、本、えー、っと、まあな、次に出たのがね、これ、懐かしパーフェクトガイドなんですけどね、ボリュームは。で、これの撮影に来た時に、ね、多分ね、この時なんですけど、渡辺さんに聞いたんですよ、要は。 あの写真ってどうやって撮ったんですか、まあ、答えを教えてくれなかったんだけどでなんで僕がそこでな,なんでっていうか、まあ、ちょっと気になったのがあったんですよ。というのはねこのちょっと通常中身を見せるってのはあんまやりたくないんだけど、まあ、これ以前も見せたんで大丈夫だと思うんだけど、まあ、これねこれプレイステーションのねこのこれ街のところにねこの街のパッケージって今お見せしたやつと同じなんだけどここ絵なんですよ。 でこれが何で絵なんだろうなと思ってまあこれちょっと僕のブログの方でも紹介してるんで見ていただくといいんですけどまあ絵のはずないんですよこういうパッケージがあるわけだからでこれでも ね、廉価版とか出るときに違うパッケージあったのかなとかねまあいろいろ疑問に思ったんですよ。まあ当然僕は当時買ってたからまあ取説もちゃんとあるし普通に写真なんだけどなぜか絵だからこれなどっから撮ってきたんですかねなんて言ったけど別に答えを教えてくれなかったんですよ。だからちょ,っとちょっとおかしいなっていうふうに当時思ってました。でえー、っとあちなみにねちょっとこれもう少し最近深掘りしてみたらこの プレイステーションコンプリートブックのにおかしいものがいろいろあったんですよ、まあ。だから付箋がいっぱい貼ってあるんですけど。でね、例えばね、ちょっと見にくいかもしれないんだけど、このページのこのパラッパラッパーのパッケージにあの、見本って入ってるんですよ。 まあ正直僕この本はライターとしても参加してるから見本っていうかまあ見本詞もらってっていう以前に構成でも見てんだけどさすがにねパッケージ自分で提供してないからあんま深くね確認はしてなかったんだけどえとこのねワンピースもね「コミほって書いてあるんですよだからねこのネットからパクってくるにしてもどっからパクってきたんだろうっていうね まあそんな、ね、これパラパやっぱりここにでかいので見本ってあるんですけどまあこれがねこの,、まあ、この付箋の数ぐらいあります。っていうことでねまあこれは後々気づいたからまあそれはその時は気づいてなかったんですけどでまああのまあそういうような感じで僕の中でね QBQ っていう会社に対する不信感っていうのが割とちょっとずつ芽生えてたんですけどまあ決定的だったのがえー、っとこれね 懐かしパーフェクトガイドのボリューム2なんですよ。でな何に対して不信感を持ったかっていうと実はこのボリューム1の時にはあのパッケージの撮影うちでやってるんですよ。だからこのスーハミミニスーハミの特集とかのえっ、ー、とスーハミのパッケージとかねカセットなんかは僕のやつが使われてるんですよ。だからあ,あとえっ、ー、と紙 てるゲームなんだっけな列伝とかねその辺のパッケージうちのを使ってるんですけど2の時にねその撮影がなかったんですよ、うん、あれおかしいなと思ってただ僕もねそのこれに関してはまあ実のところ1の時に僕の連載が始まってるんですけどそこのね2の時にその連載の話もなければあのー、パッケージのね 撮影の話もなかったんですよで僕は神ってるゲームレッスンのページをいくつか書いてるだけだったんで特集でどういうふうに記事構成になってるかっていうのは全然知らなかったんですけどねでまあいざねそのまあこれもブログに書いたんだけどアウターワールドのね記事を僕書いたんですけど最初にねここに使われてるパッケージがねあの実はあのスーパーファミコンクソゲー番付に使われてる あのパッケージだったんですよ。えー、っとどこだ最初このパッケージが使われてたんであてからたまにうちで撮影したもんだろうと思っていやちょっと今回撮影してないのにその,そのソフトそのパッケージ使うのなしだろうってちょっとクレーム入れてしたら差し替えがあったのがあのこのパッケージなんですね。 このちょっと平面的なパッケージねでなんだけどこれ後々、まあ、まあその時はそういうクレームしたんだけど後々調べてみるとねこれ僕のパッケージじゃないんですよ。これ何言ってんのって話になりそうなんだけどあの実は撮影の時のねこの角度これパッケージをねこういう角度で撮影してたんですよ全部。だからこれ角度逆だからおかしいんですよ。で これを深掘りしていくと、このね、懐かしスーパーファミコンパーフェクトガイドって僕が関わってないソフトのあ、本なんですけど、これのね、あれどこだっけな。えっ、ー、と、あれ。もう問題ページありすぎるんで、まあいいや。このね、本に使われてるパッケージなんで、どうやらこれは藤田さんのね、あの、 アウターワールドのパッケージらしいんですよ。で、要はね、あの素材管理が適当なんですよ。要はそのまあ画面写真にしてもライターさんにね、そのゲームの記事を書くときに写真撮らせるってことは、そこで使うための写真なんですよ。それは。だから他で使うときには、まあいとね、まあ、最低限こう断りを入れるとかね、あのまあもうお金が発生するかどうかは別にですね、まあ、そんぐらいはするだろう。 ってもんなんだけどなぜかねそういうのが全くないんですよね。<laughs> でこれで、まあ、まあそれ以外にもまあさっき言ったようにコラムがね「あのコラムどうすりゃいいの?」って聞いたら「なくなりました」っていうね訳のわかんない連絡があってねまあそういうのがいろいろね不審がね <laughs> 積み重なったわけですよ。でまあ2号が終わって3号の企画提案があってえー とまあ3号のね。あ、まあ、いいや3号の企画提案があって、まあちょっとこの辺のソフトを扱いたいっていう。まあ企画の提案をしてで、まあその後その時にちょっといろいろ気になったんで、あれ2の時素材どうしてたの？って話をして、まあなんか,なん,かなんだっけな。あれだ。あのその原稿を書いた人が撮影することになりました。って言われたんですよ。まあ、2号撮影してないんですよ。僕は。 ね、あの画面写真は撮影してるけどパッケージ写真は撮影してないんで撮影するようになりましたってじゃあ2号な何なのじゃこの2号に載ってる写真ってどうやって、ね、撮ったのって過去の写真なのそれともネットからパクったのって、まあ、そういうね不信感が募るわけですよ。でまあそういうのがあったんで,で僕が参加してないねこの「プレイステーションクソゲー番付」っていう本をね あの買ってみたんですよ <laughs> まあね要はあのチェックですよね。でチェックしてみたらねやっぱりこの本もねそのパッケージ素材特に何もね断りがないんですよ。でまあそれはどうでもいいんですけどその中のその周辺機器のページねこう周辺機器のページに使われてる周辺機器の写真が実のところ あの先ほど紹介したこの懐かしのプレイステーションコンプリートブックで僕があの書いた記事の写真を大半はその写真が使われてるっていう問題がありました。でねでもう,もう少し言うと実はこのプレイステーションクソゲー番付のあのなんだこれ作りますって時に僕もね話が来たんで。 いやちょっと忙しいんであの本編の番付は書けないけど比較コーナーぐらいならできますよってメールを送ったらその後音立たなしだったんですよ <laughs> でそのままね発売されてるの見つけるじゃないですかだからえちょっとなんかあのプレイステーションクソゲー番付チェックしてみたらなんか前の写真使ってんだけどこれどうなってんのあんたって話をこう振ったらいや実はあの出版業界ではあの ね、自後承諾的にねこうお金払うようになってるんですよ連絡を遅れててすいませんみたいな話になってねまあ本当はそのうちなかったくせにっていうのはこっちの思いなんですけど <laughs> 大体僕がチェックしなければそんな話多分ばっくれてたと思うんですよね。ということでまあ、その時にはそのこの部分に関してはまあ請求させていただいて、まあ、まあねそれで、まあ、お金で済む問題ではあるんだけどじゃあ この人たちのやってる本っていうのは他の素材どうやって,てあの手に入れてんだろうとまあ結構疑問に思うわけですよ。でまああのフ,ジファミコン芸人の藤田さんとかね僕のね協力が入ってるやつはまあ僕とかね藤田さんの素材を使ってる、まあ、素材を使ってるっていうことはまああの、まあ、そこでちゃんと撮影してるってことですよね。だからそこはいいんですけどそれ以外の写真ってこれどうなってんの,この 懐かしパーフェクトガイドボリューム2のね写真どうなってんのっていう、ね、不信感があったりまあいろいろ募るにつのってまあ僕はボリューム3のその企画の提案をした後いやあの今回からもうやめます」って感じの連絡をして抜けましたでまあそういう話がねまあ、とりあえずあったんですけどでえー、っと次何なんなんだっけな <laughs> えーっとまあ要はねその うん、あそうそうそれでえっ、ー、とまあで発売されたのがこのボリューム3ですねその後僕が参加しない形でね発売されたのが「あこんばんは」ボリューム3になるんですけどもで結局のところねこっから先はねどうやら対策をしたらしいんですよ、まあ、対策なのかどうか分かんないけどで何が変わったかっていうとまあ僕はこれえっ、ー、とボリュームね1とボリューム2に関しては どれだえー、っとボリューム1とボリューム2に関してはえー、っとまあ僕もねライター参加してるんで、えー、っとサンプルなんですよね <laughs> で。に対してこのボリューム3に関してはあの参加してないんでこれ自腹で買ったわけですよ。でまあ何が変わったのかなってパーッと見てたらあの各原稿あ記事にあの署名が入ったわけですね。だかからこれは、ね、何かっていうとう あの署名記事だからこのページはこの人の責任ですよっていう感じにしたっていう話らしいんですよ。でもその <laughs> 素材パクっっってててんのの <laughs> 誰なのって話でですよねでまあそれまでのねでそういうのがあった関係で僕は約2年間ぐらいまあブログとかの方で、まあ、あの要はこの本のここの写真どうやって撮ったんだろうみたいなね とかまあこの原稿ってこのブログにとかに近いんだけどどうなんだろうとまあそれは積み重ねてありますでまあそういうねところがあるんだけどまあ、まあ、それもねボリューム10ぐらいになるとねやっぱりあのそろそろねゲーム好きの人たちもう少しなんか発言なり行動なりしたらっていうのがまあ僕の考えなんですよね。 でなぜそういうことを言うかっていうとまあこれ署名記事にしてるからこれ今後起こりませんって言ってるけども僕はこのボリューム2でさえも怪しいと思ってるんですよ。で起こらないのは自由なんだけどもうすでにこの「懐かしパーフェクトガイド」のボリューム2で問題が起きてるんだからあのちゃんとそこのとこの責任はさあの、ね、関わってる誰がやったのかだ何をどう,いうどういうふうにやったのか。 まあ他の骨出版物に関してもやっぱりこれは誰が責任でやりましたでこれをここはここから取りましたごめんなさいとかねまあそういうのにちゃんとねやるやらなきゃいけないものをやらないでただ自分たちは今後は大丈夫ですっていうねことをねやってるっていうのはちょっと必要だと思うんですよでまあこれに関してはね誰がやったのかはまあわかんないわかんない問題だとは思うんですけどただ僕もねちょっと 後々のこの本のシリーズでインタビューを受けた人に話を聞いてみたらなん,かあのなんか問題あるって,言って聞いてるんだけどって話をまあ金子さんにしたらしいんだけどしたらなんか対策はしましたって,って話をしてたんで多分その対策がこのボリュームさんのねその署名だと思うんですけどそれはね今後起こらないための対策はしたのはいいんだけどこん以前起こったものに対して対策してないってのはやっぱりおかしいなと思います。 でね、まあなんでこういうふうにねこうしつこく言うかっていうとやっぱりこの「懐かしパーフェクトガイド」のシリーズっていうのは過去の Q Q のの QBQ 本本がが実績を作ったからこの本があるんでで、すよで。その実績を作るにあたってねその本のしね、あの、例えばまあなんだろう売り上げを上げるための努力っていうの,の中に例えばコストの問題とかがあるとしたらやっぱりこの出版物のライターのね 原稿料も安いわけですよで安くしてでそれで成功したから出版社に実績が作られてで本が作られたっていうまあそういう流れがあるわけですね。でまあそれはそれでいいんですけどでで、ね、そのまあライターさんがね納得して安いので仕事すんのいいと思います。 でそれでゲーム出版が盛り上がるならいいかなと思って仕事をしてたんだけどただやっぱりそのインチキをしてるっていうのはねあるとちょっと話が違うぞってことになります、まあ、要はそのインチキをしてねコスト下げてるわけですよ、ね、そうやって、ね、ネットからいろいろ持ってきてねでそういうやり方をして実績作って本を作るっていうのはどうなんだろうって、まあ、思うわけです、まあ、これに関して言うと僕はねもともとのこう話ね 戻るんだけどまあ要は q b q が悪いのか金子が悪いのか、まあ、金子さんが悪いのか、まあ、ライターが悪いのか、まあね、さカメラマンが悪いのか誰が悪いのか分かんないけどもとにかくその、ね、誰か分からないその誰かを、ね、ちゃんと追求して責任を取らせるなり、まあ、問題をねちゃんとその例えば、まあ、ちょっと話でまた戻るとえー、っと。 まあこのね少なくともこの街のファンアートに関してはあのファンが書いたものなんで書いた人がねあの知らないところで掲載されてるっていうのはその人にとって不幸なわけですよでそこに例えばそこにちゃんと謝ったか原稿料を払ったか原稿料っていうかね掲載料を払ったかとかねでもしくはそのパクってるわけだから <laughs> パクってるわけっていうかまあ要は。 これがパッケージデータじゃないわけですよ。本当のね。 だからそういう既存するような情報を載せてるっていうニュアンスではこの載せられてしまったファンの人もすごいかわいそうなんだけど一方でこの本を買ってこんなパッケージあったのかってね思ってる人たちからすると騙されてる状態でもあるんですよだからこういうのをね一個一個ねちゃんとあのちゃんと QBQ なり金子さんなりは責任を取ってねちゃんとあの追求してほしいなと思っています。でまあ、実際ののところねその まあ、ライターさん僕もね、その辺プロさんと仕事をする時っていうのは、まあ、会わないことが多いんですよね。要は、その一度も会わないで仕事をするっていうのはあります。まあ、この前の、ね、そのオールアバウトセガサターンのね、編集さんとは一度も会ったことないですよね。まああそういうい感じであののえー、っとこの前の と昭和50年男なんかもまあ以前一回お会いしてるけどもそれをあとは SNS 上とかでしか連絡取ってなかったりするし編集さんとはねまあそういう感じで出版業界っていうのはやっぱりそんなにこうねつながりが何だろう、まあ、編集さんとのつながりは連絡を取り合う中ではあるけど横のねライターさん同士のつながりっていうのはなかなか取れないんで、まあ、結果的にはそのなんだろう、ね、追求 まあ、ライターさんの原因があれば追及のしようがないしまあで本も出来上がって初めて問題点が分かるからそれがどこの経過でね問題が起きてるというのが分からないんでまあその辺のところを、ね、ちょっとその中核を抑えてる人がちゃんと責任を取るっていうのがまあ必要かなと思っています。でまああの 懐かしパーフェクトの、えー、とガイドに関しては、このボリューム6からね、これ,これも僕自腹で買いました。<laughs> で、ボリューム6から、えっ、ー、と、なんだっけな、レトロゲーマーの部屋っていうね、ページがあって、ここね、協力レトロコンシューマー愛好会って入ってて、まあ、で、まあ、コレクターさんがね、取材を受けてるような記事なんですけど、まあ、こここそね、あのライターさんとそのゲーム好きな人、一般の人がね、こう、 あの接する機会なのでぜひねこのあのー、なんだっけ <laughs> 名前忘れちゃったなあのー、レトロゲーマーの部屋っていうのをね取材を受けるねコレクターさんはねそのライターさんにねその聞いてほしいんですよ「QBQ 金子問題」っていうのをちょっとなんか酒館っていうゲームコレクターが騒いでるんだけども問題解決しましたって。 泥のボーナーは見つかりっていね、ちゃんとここはね、追求してほしいんですよね。ほんとね、僕、この、何だっけ、何回もその、レトロコンシューマー愛好会さんっていうのは、協力入ってるんで、まあ、多分、ツイッターで、この多分、ね、皆さん、こう、ツイートしてるような仲間だと思うんですけど、まあ、そういうところも、やっぱ、ゲーム好きの人たちがね、こう、やってるんだかと思うんだけど、その中でね、その、 なんかこうデータをパクったりしてるような疑惑があるところにと協力することっていうのが正しいことかどうかっていうのはこれはねあの本当に真剣に考えてもらいたいんですよ、ねうん、まあちょっとあの今回はちょっと,、えー、と「懐かしパーフェクトガイド Vol.10」っていうのが、えー、と1月30日にね発売されるということなんでちょっと早めにねこの時期ぐらいにこういう情報を流しておくと。 あの皆さん考える機会がねできるかと思ってちょっと今回は情報をえと発信させていただきました。ということで明日以降はまた通常通りゲーム好きな話をしていこうと思っています。ということで以上作家でした。おやすみなさい。